は講師の犬ワンタンし、今日はうんこの歴史について勉強したいと思います。今日やるうんこは18世紀フランシュのうんこです。みんなフランシュって聞いてどういうイメージがあるかな。なるほど、ファッションのやつね、おしゃれなやつ、芸術、花の都パリっていうよね。でも当時のフランスは花の都ではなく、うんこの都だったんです。え、そういうやつなの、そういうやつなのって思うと思うけど、今からやっていこう。当時のフランスにはあるものがありませんでした。そのあるものというのは、トイレがありませんでした。みんな想像してみてください。うちにトイレがなかったらどうなる。そうなんですね、当時はまだ下水道がですねなかったんですね。うんこはどんどん溜まっていきます。まずはおまるにするよね、うんこをとりあえずどっかにするよね、プリッとしておいて、それがどんどん溜まっていく。それをどうしていたかというと、当時の人たちは家の窓からうんこを道に投げ捨てていたんです。ね、びっちくりだよね。そうしたらさ、パリ中の人がさ、うんこをこうやって投げ、とる、うれって道に捨てていたらどうなると思いますか。そうだよね、当然こうやって道にうんこがどん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 溜まっていくよね。道に厚さ10センチものうんこが積み重なって固まっていたと言われています。つまり人々はうんこの上に暮らしていたということになります。つまりうんこの都パリということになりますね。そういうやつでしょ。では分かったところで、これからクエスチョンを出したいと思います。今から4つのパリを代表するおしゃれアイテムを言うので、その中でうんこ対策のために当時のパリの人たちに作られたものはどれでしょうか。1番日傘、2番シルクハット、長い帽子ですね。3番シュカート、貴族の人とかが履いてるふわっとしたふわっとしたシュカートです。そして4番ハイヒールね、ご存知ハイヒールで、さあこの4つのうちどれがうんこよけ対策のために作られたおしゃれアイテムでしょう。チクタクチクタク、わかるかな、考えてよみんな、チクシンキングタイム、チクタクチクタク。さあ正解はですね、なんと4つ全部ですね。びっくりでしょ、全部これうんこ対策のために作られたものなんです。まず日傘、当然ですね、こうやってうんこをこう投げ捨てるので空からうんこが降ってきます。天気の心配よりうんこの心配をしてたわけです。なのでみんな傘でこううんこを降ってきたときはうんこをガードしたわけですね、貴婦人たちは。そして紳士たちはですね、シルクハットをかぶって、普通の帽子だとも顔にブシャッてうんこがつくので、こう長い帽子をかぶればその上にうんこがトゥントゥントゥンと乗るわけです。それをペッ、うんこ払いのけていたわけです。そしてシュカートはですね、貴族の女性たちは当時ですね、歩きながらうんこを垂れ流すというのが優雅な振る舞いだったわけです。なのでそういううんこをしやすいスカートにしたわけですね。そしてハイヒールはまあ当然こううんこが積み重なっている うんこの上を歩くので、そういう底のですね分厚い靴を履いていたということになります。
つまりこれらのおしゃれは今でもやってますよね。つまり今のですねおしゃれというのはうんこおしゃれということになります。こういう人間の文化というのはうんこから生まれていたんですね。さあ今日の授業はここまでです。次回はですね来週の授業は日本の江戸時代のうんこについて勉強していきたいと思います。ありがとうございました。